こんにちは。大阪で着付け教室をしております、着付け教室あややずです。今日は着物コーディネートの YouTube を撮りたいと思います。少しずつ説明していきます。まずこのレースの着物なんですけれども、大塚屋さんで買ったこんな可愛いレースの着物のマゼンタの色なんですけれども、これは、Y さん、生徒さんの Y さんに仕立ててもらいました。で、この中に着ているのが京越卸屋さんのカラージュバンです。で、夏用になるんかな、でも結構秋とかでも着れるんじゃないかなと思います。プチプラの可愛い10番です。気に入ってます。で、この京越卸屋さんのカラージュ番なんですけれども、襟芯が入るように、改良されたのかな。で、襟芯をそのまま入れれます。で、その上に安全ピンで同じレースのマゼンタの布で、半襟をつけました。半襟ももうちょっと改善できないかなって思って、最近ちょっとアップデートした付け方でやりました。で、髪型は、2つ三つ編みして、1個で輪っか作って、もう1個はこんな感じでカチューシャみたいにしています。で、こちらはピアスです。キワ製作所さんのラインストーンかな、それを、接着剤で貼ってピアス金具につけて作りました。水色とピンクの色です。で、今日は水色とピンクで統一してみました。で、この帯締めもマゼンタです。で、この帯揚げはあややずのオリジナル帯揚げでマゼンタです。で、この帯はどこかな、リサイクルショップの多分ブックオフか、ブックオフじゃない、ブックオフの系列のところで買った博多織の帯です。こんな感じです。で、今日は、お太鼓結びをしました。珍しくお太鼓結びをしました。で、草履は楽天の無難な白色の草履買って履いてます。どこに出かけるっていうわけでもないんですけど、こうやって家で気分を上げてます。ちょうど今日レッスンだったので出かけるわけじゃないけど、このレース着物が着たくてコーディネートしてみました。で、旅はレース旅を履いてます。で、このちょっと綺麗めかなって、私にしては綺麗めかなって思ったので、このブックと合わせたらどうかなと思ってやりました。こんなコーディネートです。この着物の生地と半襟を揃えてみたんですけど、なかなかいいなと思います。あとは京越卸屋さんのカラージュ版がすごい素敵なので、このピンクのレースから見えてるのが気に入ってます。この半襟もこう微妙に見えてるのが好きなポイントです。ブログとかの記事にもしてるんですけど、動画の方が分かりやすい部分もあるかなとか、生地感とかも分かりやすいかなと思って伝えてます。で、仕立ては、
着物おあつらえツアーって言って生徒さん専用のレッスンとかもあるんですけど、そこで仕立てるところをお伝えしたりもしています。でも今洋服地で作ってくれる仕立て屋さんとか和裁師さん増えてきましたよね。ミシン縫いと両用でやってくださってます。こんな感じです。いつも見てくださってありがとうございます。今日はコーディネートの YouTube でした。